気合で稼ぐで俺。おい、ウーバーイーツ稼ぐぜ。ファイティングポーズを。どうも、フリーダモーズチャンネルです。最近街でこのようなバッグを持ってる輩が大量にうろついていて、これは最強を目指す自分としてはとても気になっていたんでね、まずはね、これだけ勢力を伸ばしているということはかなりね強いなと思ってですね、自分はこのウーバーをちょっと調べようと、まずはねこのウーバーに潜入して、このウーバーイーツなるものの強さをちょっと調べようと潜入してみたいと思います。ウーバーイーツちょっと調べてみたんだけど、どうやら海外のもともとタクシー会社のウーバーが始めたサービスみたいで、ね、なんかタクシー会社なんだけど、なんかこの料理とかそういうのを届けるのも始めて、それでウーバーイーツっていう形で海外から始めて、まあ、最近こういうふうにね日本にもこう進出してきたっていうね感じらしいんだよね。で、これをまずね、入るにはまずウーバーイーツパートナーっていうところ、パートナーセンターっていうのがあるんだけど、それは今ね、新型コロナウイルス の影響で閉まっちゃってるから、ね、ネット上でも入れるんだけど、それは Uber Eats パートナーっていうところでちょっと、調べて、ね、スマホでも調べてもらって、普通に入会できるんだけども、まずはそこでアカウントを作成して、そして書類をアップロード、ね、いろいろ自分のデータとかそういうのをね、送ってアップロード、そしてこのウーバーでね届けたりとかして、その働いた、お金を銀行のね、口座、銀行の方自分の口座を登録してもらうとさ、で、そしてからアプリをダウンロード、このウーバーイーツのアプリがあるんだよね、届ける人用のアプリをダウンロードしてもらって、あと車とかあのバイクを使う人は自分の車両、そういうのもそちらの方も登録してもらうと。そしたらその後パートナーセンターっていうところから連絡があって、そこで本登録できたらこちらね Uber Eats ができるっていう感じだよね。でこのバッグなんだけど、これちょっとね見てもらいたいんだけど、なんかねこれこんな感じでねバッツリねいっぱい入って、こういろいろねこう止めたりとかするのもあるんだけども、これねこういうのでこうねでかいから、バッグがこの食べ物がこうバラバラって言ってね崩れちゃうと大変だから、こういうね毛布とか入れてこうやって固定するの、これおすすめなんで、服でもまあ何でもいいんだけど、こうやってね食べ物がこう動かないようにこういうのね入れるの、ぜひね入れといた方がいいっていいんで、これおすすめです。はい、こういう感じになってる。でこれ今 Amazon で自分これ買ったんだけど、今すごいね Uber Eats やる人が増えてて、これね自分で1ヶ月ぐらいかなこれね苦悩にかかったんで、すごいね今ちょっとこれ入手するの結構困難かな。でもねなんかこれがなくても別にどうやらUber Eats自体はね開始できるみたいなんで、パートナーセンターの本登録それさえすれば一応 Uber Eats 開始できるんで、さあこのね海外から来た強敵 Uber Eats、さあね自分もやってみたいと思うんでね、皆さんもぜひやってみてください。それではウーバーイーツ行ってきますね。チャリンコに行くけれども危ないから、これね荷上げの時に使ってたこのヘルメットをつけて行けた、行ってらっしゃー。ウーバー一発目の配達終わりました。めちゃめちゃ緊張した、これ怖い。さあ頑張って稼ぎたいと思います。仕事は甘くないです。よし行くぜ。よっファイティングポーズをとって、君はリングに立ち向かう。ワン・ツー・スリー・フォー。頑張っても報われないとか君は言うけれど、
多分それは騙しているよ自分を騙して、昨日よりも今日が、今日よりも明日が、ちょっとだけでも進んでいるならそれで大丈夫さ。パッチシュッシュッシュッキング、hey, hey, hey. Elbow、右肘左肘リングの上は何でもありなの。いつ初回行ってきました。やめたこれウーバーイーツダイエットできるかもしれない。これさあウーバーイーツ皆さん初日終了いたしました。今日は一日働いて結果ジャカ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 ーン、6時間働きまして、食べ物をお届けしたのは6件です。6件。そして稼いだお金は3030円です。マジか、時給500円だ。マジか、いやーグッバイズ甘くね。いやーなかなかね。いやーちょっとこれね、どうやら金額ね、いろいろだいたいね見ると400円とか多いのか、600円っていうのもあるんだけど、400円、でこのチップっていうのがちょっとわかんないんだけど、だいたい400円とかが相場なのかな。だいたい400円ぐらいが相場だと思います。でね、ほんと稼げるってね自分聞いたんだけど、なんかね、どうやら今最近ね、そのウーバーイーツやる人がすごい増えてきて、でこの UberEats のね、このシステムが、自分はなんかね、このテレクラみたいにパッてこう早撮りで注文が入ったのも早く取れたもん勝ちなのかなと思ったら、そうじゃなくてなんかね、自動になんか振り分けてくれるみたいで、なんか機械のね自動振り分けみたいな感じなんで、みんなにね均等になんかあの仕事はくれるみたいなんだけれども、時間帯とかをちゃんとね計算してやんないとね、稼ぐのはどうやら厳しいかもしれない。いやーウーバーイーツこいつ完璧です。ちょっと自分もね、ちょっと今日は惨敗だったけどね、まだまだこれじゃ負けられないんで、ウーバーイーツになりたいと思います。頑張ります。